花月、ぼんやりしてどうかしたのですか？神竜殿、世はもう神竜殿と親友ではいられぬ。え、どうしてです？私が何かしたのなら謝ります。違うのじゃ、これは世が悪いのじゃ。この前神竜殿は新たな指輪を手に入れたじゃろ、パートナーに渡す約束の指輪とやらを。でも世はそれを喜べなかった。嫉妬してしまったのじゃ。それを渡される者に、指輪を渡された者はパートナーとなる。パートナーは一番大事じゃ。親友よりも世ではない誰かが一番になるなど耐えられぬ。神竜殿の一番には世がなりたいのに。だからこんな気持ちではもう親友ではいられないのじゃ。花月、バカですね。花月は。なんじゃと？世は真剣に。そんなこと思わなくても私はこれをあなたに渡すつもりでいたのに。これは約束の指輪。なぜじゃ。私も花月と同じ気持ちだということですよ。あなたの一番には私がなりたい。それは本当か？親友以上の大切な人に嘘なんてつきませんよ。そうかそうか、まさか相思相愛じゃったとは。世は嬉しいのじゃ、幸福絶頂じゃ。ありがとう神竜殿。私も嬉しいです。ありがとう花月。友達から親友へ、親友からパートナーへ、世たちは特別な仲となる運命だったのじゃな。この次は家族でしょうか。いつか私を花月の家族に紹介してくださいね。そうじゃな。それまでに胸を張って故郷に帰れるほどの活躍をするのじゃ。見ておれよ神竜殿。世はそなたが大好きじゃ。パートナーとして円満具足の幸せをもたらし、最後まで添い遂げようぞ。